文章の中で単語を覚えるべきだという意見の生徒に対して何て話してます、うん、単語は単語で覚えたから楽じゃないってなるほど、うん、武田塾チャンネル。佐川先生、はい、今回比較する単語書なんですか。今回比較するのはシステム英単語改訂新版 VS 速読英単語必修編、この2冊ですね。シスタント速単、はい、いや有名どころですね。そうですね。じゃあやっていきましょうか、はい、本日の参考書はどっち。さあ来ました、シスタント速単。そうですね、やっぱ単語帳の中でもだいぶ系統の違う2種類の本がうんありますけども、そもそも速単ってどんな単語帳なのか教えてもらってもいいですか。速単はまあ基本的にまあ大体2ページで1セットというか、はいはい、あの長文があってその次のページにその長文の中で使われている覚えるべき単語がこう一覧になって、まあ、単語帳の普通の形になっているというやつですね。文章とセットで単語を覚えようみたいな、うん、はい、意図があるんでしょうね、はい、システム英単語も、まあ、ミニマルフレーズっていう一部はまあもちろんあるんですけど、はいはい、まああれはその実際の単語が使われている例文を挙げているだけであって、まあ、ちょっとその長文の中での単語っていうんだとやっぱ違いますよね。違いますね、うん、で載ってる単語数っていうとやっぱシステム英単語の方がちょっと多い、うん、でその多い部分ってどこなのって言ったら割と簡単な方がちょっと、あ、そうなんですね、うん、あとまあちょっと難しいところがあって形で、まあ、あのシステム英単語は割とこう間というかになってコンパクトにまとまっているって形ですかね。なるほど。あとまあレイアウトの違いっていう意味で言うとシステム英単語はレベル別になってるけど速読英単語は別にレベル別ではないっていう、まあ、文章に出てくる単語を単語帳にしましたって感じなんで、うん、文章が軸ですもんね、うん、文章に出てきたから載ってるみたいな、はい、順番はレベルとかごちゃ混ぜで載ってるっていう状態ですよね、うんうん、はい、その辺の違いが結構あるかなっていうふうには思いますよね。なるほど。だから速読英単語を使いたいって人って結構やっぱその英語得意だったりとか、そうですね、読みたい派の人ですよね、はい、あの単語は文章の中で覚えなきゃ意味がないっていうふうに考えてる、うん、やっぱ英語結構得意な受験生の方が速単を応援してますけど、うんうん、はい、その辺はどうですか。文章の中で単語を覚えるべきだっていう意見の生徒に対して何て話してます、うん、単語は単語で覚えたから楽じゃないっていうなるほど、うん、そうですね、うん、だから文章で覚えた方がなんか、うんうん、その文章で使われる、あ、こう使われるんだっていう風に学べるじゃないですか、うん、できんならそれでいいんじゃないっていう、あ、なるほど、感じですかね。でも単語だけで覚えた方が早くないっていう、なるほど、感じですかね。そうね、まあその辺の話をね、じゃあ後編で詳しくちょっと話していきましょうかね。はい、はい、お願いします。大学別対策動画で扱っている大学のカリキュラム、実は最寄りの武田塾でもらえます。全国の武田塾で配布イベントをやっておりますので、よかったら最寄りの武田塾にご相談ください。よろしくお願いします。